Welcome to our party. Welcome. Pro to contra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 . Yes ka no ka no. Pro to contra. Yes ka no ka no. Yes ka no ka no. Pro to contra. Yes ka no ka no. Yes ka no ka no. Pro to contra. Apriro. Yes ka no ka no. Yes ka no ka no. Yes ka no ka no. We'll be right back.
Rocketto, Rocketto, da dove? Noi andiamo in dove? Rocketto, Rocketto, da dove? Ora chi la manda? E va da chi va a casa? E da cosa non ti conto? Che cosa non ti conto? Andiamo a fare? Quando non sta a casa? Rocketto, Rocketto, da dove? Arriva. そして、さらに
人は社会の統合の道具としてその姿を現す。社会の一部としてそれはあらゆる眼差しとあらゆる意識をこれ見逃しに集中する部門である。この部門はそれが分離されているという、まさにその事実によって眼差しの乱用と虚偽意識の場となる。そしてそれが成し遂げる統合とは、一般化された分離の公式言語イコール公用語以外の何者でもない。スペクタクルは様々なイメージの総体ではなく、イメージによって媒介された諸個人の社会的関係である。スペクタクルはその全体性において理解すれば既存の生産様式の結果であると同時にその基礎でもある。それは現実世界を補うものでも余分に付加された飾りでもない。スペクタクルは現実の非現実性の核心なのだ。スペクタクルは情報やプロパガンダ、広告、娯楽の直接消費といった個々の形式のもので、この社会に支配的な性の明示的モデルとなる。それは生産とその必然的規定としての消費においてすでになされていつつあっている選択をあらゆる場所で肯定する。分離とはそれ自体世界の統一性の一部である。すなわち現実とイメージとに分離されてしまった全体的な社会的実践の一部である。自律的なスペクタクルは社会的実践の前に差し出されれば、その社会的実践の前もまたスペクタクルをその中で作った現実的全体性である。だがこの全体性のうちに生じた分裂は、スペクタクルこそがその実践の目的だと思わせるまでに社会的実践を損なってしまうのである。現実に逆転された世界では真は義の契機である。それこういうのなものを忘れて考察すれば、スペクタクルとは外観の光景であり、人間的なすなわち社会的な性を単なる外観として肯定することなのである。しかしスペクタクルの真理をえぐり出す基本は、スペクタクルとは性の明らかな否定、その目に見えるものとなった性の否定に他ならないことを暴露する。スペクタクルはそれについて議論することもそれに接近することも不可能な常軌を逸した高等生物で姿を現す。それは現れるものはよく、良きものは現れていると語るだけだ。スペクタクルが常に要請する態度はスペクタクルを自動的に受け入れる態度であるが、反発の余地なき出現の仕方と外観の独占によってスペクタクルは常にそれを事実上手に入れてしまっている。現実の世界が単純なイメージに変ずるところでは、単純なイメージが現実的な存在となり、最近的行動を生み出す有効な道具となる。そして必要というものが社会的に生み出れるようになるにつれて、夢が必要になる。スペクタクルは時代につながれた現代社会の悪夢だ。それは結局眠りの欲望しか表現しないのだから、スペクタクルはお眠りの見張り場なのだ。スペクタクルにおいて世界の一部がこの世界で生きて代理表彰され、しかもそれはこの世界よりも優れたものなのである。スペクタクルとはこの分離の共通ゲームに他ならない。観客同士を結びつけるものは、彼らは孤立状態からの中心に対する彼らの邪悪的な関係だけである。スペクタクルは分離されたものを一つに結び合わせるが、分離されたままのものとして結び合わせるのである。己の生産物から分離された人間は自己の世界のあらゆる細部を作り出すことにますます意を注ぎ、その結果ますます自己の世界から分離される。今や彼の性が彼の生み出したものであればあるほど、彼は自分の世界から分離されるのである。スペクタクルとはイメージに変ずるまでに蓄積された資本である。今や生涯のみならず近くの全体まで捏造するあらゆる手段を手にしたスペクタクルの政府は、過去の記憶の絶対的支配者であるのと同様に、遥かな将来
それは自らの即決の判断を実行するのである。統合されたスペクトラムの段階にまで現代化された社会は次の5つの主要特徴を組み合わせた効果によって生活づけられる。すなわちテクノロジーの絶えざる更新、経済と国家の融合、一般化した秘密、反発を許さぬ虚偽、永遠の現在である。今日の国家の思惑は常に巨大化していて、社会防衛の数多くの武力を管理して学んでもらっている。反復の完璧なこの民主主義は想像もつかないような自分自身の敵、すなわちテロリズムを自ら作り出す。それは実際自らの成果よりもむしろ自らの敵に基づいて判断されることを望んでいるのである。テロリズムの歴史は国家によって分かれ、それゆえその歴史は教育的価値を持つ。スペクタクルの観客である住民は確かにテロリズムについて全てを知ることはできないが、そのテロリズムと比べると残りのものは全て無視を許できるものだ。そして論理の崩壊は新しい支配体制の根本的利害に従って互いに支え合いながら働いてきた。さまざまな手段によって推し進められてきた。これらの手段の多くはスペクタクルによって実験され、大衆化した技術的機械設置と密接に関連しているが、そのうちのいくつかはむしろ服従のための大衆心理学と結びついている。個性の消失はスペクタクルの範疇に、具体的に従った生活条件に不可避的に付随するものである。この生活条件は常にますます本物の経験を知る可能性から切り離され、その結果自分の個人的好みを発見することからも切り離されている。逆説的なことに、そのような社会で少しでも重要視されたいと望むなら、個人は絶えず自己を否定しなければならなくなるだろう。この生活は実際常に変わりゆく中性と偽りの生産物への絶えず失望に終わりを置くと根拠としている。核の下がった性の記号のインフレーションに遅れない。